の行方を追い続けていた私たちは、とある山あいで思いがけない場所に出た。そこは温泉だった。犬夜叉 CD ドラマ、死を呼ぶ温泉しりとり。いい気持ち。ほんと、たまには骨休めもしなきゃね。ここんとこずっとハードだったもんね、うん、いいとこ見つけたよね。うん、こっち側と向こう側の間にこんな大きな岩壁があるし、安心して入ってられるわ。犬夜叉。え、なんだ。なんで女子と男は別々に入るんじゃ。みんなで一緒に入った方が楽しいじゃろうに。俺が知るか。気をつけろ、弥勒。大丈夫ですよ、妙賀様。ん？どうしたの、サンゴちゃん。誰だ。バカ者。あれほど気配を消せと言ったのに。いいえ、サンゴはきっと妙賀様の陽気に気づいたんですよ。そんなはずはない。何やってんだ、お前ら。うわ、そこだ、ヒライコス。犬夜叉、おさわり。もう信じらんない。だから俺覗いてねえって。じゃあ誰が覗いてたっていうのさ。それだってサンゴ。もうそれぐらいにしておきなさい。犬夜叉もこうして反省しているのですし。さようさよう。犬夜叉様、これに懲りてもう二度と覗きなどせぬように。てめえらな。あ、さては、明賀じいちゃんと弥勒様も。はあ、考えられるね。とんでもない。誤解も甚だしいぞ。こいつらはともかく俺は絶対してねえぞ。なんと、私たちに濡れ衣を着せるつもりですか。ひどい。この明賀、犬夜叉様をそのように育てた覚えはありませんぞ。育ててもらった覚えはねえ。しっぽちゃん、ちょっと。ふっしゃ、ふっしゃ、なんじゃ。本当はどうだったの。難しい問題じゃな。犬夜叉がこの境目の岩壁に登ったのは事実だし。こいつらが何やってるのか気になったんだよ。その後女湯に落ちたんじゃから、覗いたことは覗いたんじゃ。なんでそうなるんで。よし、この際白黒はっきりつけるために決闘してみたらどうじゃろ。決闘？はあ、もし男側が勝ったらもう下手な詮索はしない。女子側が勝ったら男全員が覗いたと白状して心から謝罪する。俺は覗いてねえ。わかりました、やりましょう。仕方あるまい。おい、ね、決闘って何をやるの。しりとりじゃ。しりとり？ただのしりとりではないぞ。犬夜叉の漫画やアニメに出てきたキャラクターやアイテム、関連する言葉だけでやる犬夜叉しりとりじゃ。ドラミョン。あ、そんなに言葉があるじゃろか。大丈夫じゃ。ザとかバとかの濁音はサとハに変えられることにすればよい。それからシャとかチュみたいな小さいヤユヨは普通のヤユヨにできるんじゃ。オラが審判を務める。よいな。わかったわ。じゃ、こっちから始めるわよ。犬夜叉。なんだ。呼んだんじゃないわよ、しりとりよ。なんだ、そうか。犬夜叉の矢か。やだな、いきなり難問じゃな。あ、ありました。矢です、弓矢の矢。そんなのでもいいの。まあ最初だからセーフにしておいてやる。さあ、矢じゃぞ。だったら槍。リリリリリリリ竜骨星。いい犬夜叉の耳。そんなのもありか。ありじゃ。みはありますよ。みろぐくくく黒みこつばき。キンキツネビ。あ、ビーは火にしてもいいのよね。日暮らしかごめ。めイニヤシャ様、何かありませんか。そうだな、目覚まし時計。おお、それだ。
何です、それは。何でもねえ。犬夜叉が私ん家で壊したやつよね。時計のいいか、いい、いいだ。どうとに変えて、東道祭。またいい。じゃあもうこのパターンだ。犬夜叉の母。ちょっと待て。ハンヨウは王じゃなくて腕しまいだろうが。あ、そっかそっか、ごめんごめん。うーなら、ブラスへ。絵師光達。爪の技、三魂鉄槍。長い、長すぎるぞ三号。じゃあ、爪でいいよ。目、しまった、目は少ないんだった。目ん玉の目はもうダメじゃぞ。仕方あるまい、目の丸じゃ。目の丸って、そんなのいたっけ。知らないのか。うん、2001年12月東方洋画系で冬休みロードショーされる映画犬夜叉時を変える思いに出てくる最強の敵の名前だ。見てね。決まった。待ってまーす。さあ、目の丸のルですぞ。ルはなかなかないはず。いいぞ、ミョガジジ。ルミコ先生。えらい、カゴメちゃん。どんどん我々の日常から逸脱していきますな。ルミコ先生のイカ、またイカよ。あの、イニエサ様、だいぶのぼせてきました。テンポアップしましょう。そうだな。犬夜叉の親父。ジーをシに変えて、渋ガラス水神のここ、うまくかわしたの。ここ琥珀黒真珠。ユラ、逆さ髪のユラ。雷獣兄弟。石の花奈落。ククツ。強いぞ犬夜叉。ちょっと卑怯だけど続けるよ。ヤマ、痩せ狼。ミョウガガーをカーに変えて、カザナナヌシ神様中。うわ、難しいの。イニアシャ、何かうはありませんか。うか、うどうした、屈折するか。うらせいは出てしまったし、どうやら勝負あったようだね。うるせえ、まだ終わったわけじゃねえ。あと3秒じゃ。美しい巫女帰郷。何ですって？美しい巫女帰郷。なんで美しいの後が帰郷なのよ。なんだよ、文句あっか。あっそう、帰郷の尾でお座り。ちょっと待てよ。待てよの尾でお座り。いい加減にしろ。次郎の尾でお座り。やめろ。やめろの尾でお座り。この野郎。この野郎の尾でお座り。てめえ。てめえの尾でお座り。お座り。うわ、見ちゃおれん。何が出た。結局しりとりの決着はつかなかったけど、私たちはひとときの休息を満喫したのでした。はあ、いいお湯だった。犬夜叉、全身打撲によく効く温泉が近くにあるそうじゃぞ。温泉はもういい。